皆さんこんにちは経営コンサルタントの中根です今日も中根雄二の暗号資産投資教室を始めてみたいと思います草子新聞公読視聴規約ここでね一旦この動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条を大きな画面で一語一句 丁寧にお読みくださいどこか一箇所でもね承諾できないというところがありましたらこの動画の続きを見ることはできませんすべて一語一句ね承諾できると自分は承諾できますという人のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう2019年4月21日日曜日暗号資産草コイン中野研究会 はい。ということでね、今日は動画3つ目となります。前回は、XM のね、海外 X、海外のね FX 講座、XM の講座解説のね、事前準備というところまでやりました。今回はね、いよいよ、XM のね、リアル講座の解説、解説、リアル講座を解説するための解説をね、行っていきたいと思います。では、 ネットに行きますえっとね、まずね、えー、皆さん今 YouTube 見てますよね、私のね、これね。で、まあ一番、今見てるやつが一番新しいんですけど、今見てるやつはまだアップロードしてないので、この一個前のやつを私は開きますね。<で>まあ最新のまま開いてください。えー、で、止めまして、てで、これもっと見る。これ動画解説欄っていうんですけど、これもっと見るを一回押します。はい。 でね、やっぱり、ね、あのスマホでは動画あのなかなか解説できないしパソコン買ってもらえたと思うのでパソコンで、ね、やってくださいねで。前回一番やりましたよね。Windows10 が搭載されているノートパソコンを購入しますと。だから Windows7 とか8だとねもうマイクロソフトのサポートが終わってますからウィあの OS が更新されないんですよね。でセキュリティがが、ね、弱いんですよね。 でどん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 ウイルスが入ってきてね、あのもうどうしようもなくなっちゃうパソコンがね。そのまま使ってると、ぐちゃぐちゃにされてね、パソコンの中、全部データ持ってかれてね、えー、仮想通貨も全部も持ってかれちゃいますしね、FX も勝手にトレードされて、全部資金なくなっちゃいますから、本当に気をつけた方がいいです。本当ですよ、これは。で、にウイルス対策ソフトを購入しインストールすると。で、3番目のノートパソコンの初期設定とリカババリーディスクの作成を行います。 で4、ノートパソコンにウイルス対策ソフトをインストールしますと。で、5番目、Firefox ブラウザをダウンロードし、パソコンにインストールするとここまでやりましたね。で、次、6番目、今回ですね、以下のページから XM のリアル講座を解説しますと。とこの青いところを押します。すでに XM のリアル講座を解説済みの方も、再度上記リンクより同じメールアドレスを用いたリ,リアル講座を解説してください。ということで、こうしますよ。でね、<laughs> これ押しただけだとね、 えー、新しくパソコン買った人はいいと思うんですが、えー、っとね、結局ですね、あのー、これ何かというと、僕はですね、まだ Google Chrome をデフォルトっていうかね、初期設定にしてるんでね、ブラウザの。だから Google が動いちゃうんですよ。これだとセキュリティにならないので、ここのね、こう一回押すと、白黒反転しますよね。 でこれでマウスの中指,中指、右ボタン、中指ボタンを押してコピーするんですよ、このアドレスをね。そして一旦閉じといてで、これファイアフォックスありますね、これ。ファイアフォックスをこの人差し指でダブルクリックします。ね。そして、ここにアドレス入れるとこあるんですよね。ここに持ってきて、中指ボタンを押してコピーします。 あちょっと貼り付けを押します。そして、キーボードでリターンキーですね。キーボード。キーボードのリターンキーは分かりますかえっ、ー、と、ここにありますね。えー、はい。これですよね。キーボードのリターンキーってね、はい、これですね。 こここにありますよねこれを押すんですね、これを。これを、すみません、これをですね、ガチャッと押すんです。そうすると、えー、どうなるかということですね。それでもう一回ガチャッと押しますよ。はい、そうすると、XM のね、リアルコ、えード登録二分の1ページ目、まあ、2ページのうちの1ページ目が出てくると。 大丈夫かな大丈夫ですね。はい。ということで、ここからスタートしていきたいと思います。ちょっと大きくしますね。画面をね、大きくするためにはね、こあの、えー、一番右左下、左下のね、CTRL っていうコントロールっていうんですけど、CTRL ボタンを押しながら、マウスのね、くるくるをね、 えー、手前手奥,奥に回すんですよそうすると大きくなりますはいでご登録完了までの推定時間は2分です英語のアルファベットのアルファベット文字のみを用いて以下のフォームを完成させてくださいということなので日本語はダメですよということですねでお客様の身分証明書に記載されている通りの氏名をご,ご入力の上い、えー、以下の全ての項目に回答してくださいということなので まあ、免許証とかパスポートに書いてあるえ名前を英語にして書いてくださいと。で、メール、E メール連絡を全て取れる行為のかを受けていただくためには、このメールアドレスからのメールが迷惑フォルダ,ーメールフォルダーに紛れないよう設定を見直してください。連絡先リストに追加することで、弊社からの E メールが迷惑メールフォルダに紛れることを防ぐことができますと。えー、ということでね、 えー、Google メールとか Yahoo メールを使ってるうちは大丈夫だと思いますけどね。はい。それでは行ってみましょう。個人情報。下のお名前、名前ですね。まあ、私、中野有事なので、U 字で、最初に、最初のうちは大文字にしようって書いてあるので、大文字。ですから、YUJ ですね、U 字でね、最初の文字を大文字にするやり方っていうのは、シフトボタンを押しながらやるんですね。シフトボタンっていうのは、 パソコンありますパパソコンパソココンンのここシフトっていうこここここれがこれさっきのコントロールねこれシフトボタンを押しながら A だったら AS だったら S と押せば大文字になりますでずっと全部大文字にしたい場合はシフトボタンを押しながらこうキャップスロックと押すんですよ外すると光るんでこうそうするともうシフトを押さなくてもずっと大文字になるんだけど最初の文字だけでいいので まあこれをねやめといてこれシフトボタンを押しながらじゃないと効かないからこれだけ押してもね動かないんですよね <laughs> イライラしますよねこれねシフトボタンを押しながらキャプスロックで外すとでシフトボタンを押しながら A とか Z とかねさっき Y 僕らだったら Y ですけど押せば最初の文字が大文字になりますはいで次にこれね中のですね <laughs> そうした居住国はジャパンそのままでいいですね、えー、違うとこ入れちゃだめですよで希望言語は、えー、っと日本語ですね英語とかダメですよあの分からなくなっちゃうんでね日本語で電話番号なんですがこれはねプラス81っていうのは国際電話で日本はもうプラス81で割り振られてんだよねだそれに、えー、携帯電話でいいですから えー、ゼロの横棒ままずやります横棒っていうのはねここにあるんですよ横棒はねここですね0の横0の横にこれ横棒があるんだこれこれこれが横棒ですからねこれね,ねもう何が何だか分かんないと思いますが0の右側これが横棒ですからね はい、で、ここ <laughs> 横棒でえー、っとそうだねあの私は携帯電話09012181504なんだけども最初は0を取るんです、はい、固定電話でも最初の0を取ります東京03だったら0を取って33のでやればいいですよですから私でしたら えっとそれでね、まあ、あのー、ここに数字あるでしょ、ここに数字あるでしょこ、こうやって。こうやって、ここで使ってもいいし、右側のね、これがあるならば、これ使う、ここのキーボード使うときは、ここのナム、UM、ロックが電気ついてないと使えないですから、ナム、UM、ロックがね。おかしいおかしいっつっても、このナム、UM、ロック。で、普通はね、これ使わないで、えー、ここの数字、ここの数字で使います。 この数字で使います普通はね、はい、ここついてない人多いと思いますよはいで、えー、090の0を取るから90の横棒でしょ0の横棒0の右側が横棒12181504だよねでこれで番電話番号 OK でいい電子メールなんだけども これはね、一生で1個しか使えないんですよ。ですから、Google メールか Yahoo メールを設定してください。あのスマートフォン、スマホのね、とか iPhone とかのメールアドレスはちょっとやめた方がいいですね、これ。うん。で、これ書いてある通り、えー、注意事項書いてあるでしょ、これね。ちょっと見にくいんですけど、読んでみましょうか。えー、注意、お客様お一人につきご利用いただける E メールアドレスは1つだけなんですよ、一生でね。 XM トレーリングって書いてあるんですけど、これ、XM のことですからね、正式名称 XM トレーリングですけど、では同じ E メールアドレスを用いて、複数の口座を8つまで解説いただきます。お客様お一人につき、複数の E メールアドレスをご登録いただけませんということで、8個作ったらもう終わりなのかっていうと、そうでもなくて、口、えー、座にお金が0円で入ってなくて、それで3ヶ月以上、野放しにしておく、ほったらかしにしておくと、口、えー、座が消滅することになってるんですよ。 ですから、えー、いや、8個、なんで8個作るのか、わ <laughs>、まあ、<laughs> かんないけども、まあ、口座タイプとかね、取りティプラットフォームタイプを変えたいという人がいると思うから、口座どんどん作っていくと思うんですけども、最初の方のやつ使わなくなりますよね。そうすると消えるので、またどんどん作れるということですね。で、XM のリアル口座をすでに保有しているお客様が追加口座の開設をご希望される場合は、 XM トレーリングにお持ちのリアル講座にて既に登録済みの E メールアドレスと同一のものをご利用いただく必要がございますということではいそれで XM トレーリングの新規お客様でいらっしゃる場合ですが弊社では複数の異なる E メールアドレスを登録できません1つの E メールアドレスこっち見にくいんだよねこれね大きくしちゃったからかなえ1つの いいメールアドレスのにご登録いただきますよ、お願い申し上げますと書いてある通り、一生で1個しか使えないんですよね、メールアドレスがね。だから、Google メールか Yahoo メールがいいと思います。<laughs> で、今回私はちょっとあの、僕ね、Google メールいっぱい持ってるんですよ。で、まあ、新規なので、まあ、1人につき1個なんですね。で、あのパスポートとか免許証って1人1個じゃないですか。 だから、あの他のメールアドレスでね、講座解説しても、<coughs> XM の方でばれちゃうんでね、調べれるんですよ。あの、個人情報をね、調べて、住所とか電話番号調べるんで、あ、前回解説さえしてますよねって来るんでねあ、講座解説できませんから、そうするとね、だから気をつけてください。で、僕はちょっとこれにします、今回はね。 このちょ,ち,ょち,ょちょっと待ってこれだと思うんだけどちょっと調べますね調べるさっき用意してたんだけどもえっ、ー、とどれだっけなこれかんこれかなこれのこうですねここのところなんですよねこれをコピーして中指ボタンでコピーして、まあ、ちょっと不安だったらもう一回消してですねここに、えー、貼り付け これで、いいいと思いますよでこの、えー、取引、取引口座詳細っていうところなんですが、ここはね、M、最初ね、MT5 って入っちゃってるんだけど、MT4 に書いてください。1個下ね。MT5 はね、新しい取引ツールなんだけど、使いにくいんですよ。MT4 にしてください。これ、MT5 で作っちゃうと、MT4 動かないんだね、ソフトがね。で、口座タイプは、 えー、スタンダードにしてください。XM0 ってのは、スプレッドが低い、小さいんだけど、取引するために手数料かんだよねで。マイクロ、まあ、スタンダードでいいです。はい。これでステップ2へ行きます。はい。で、次にですね、リアル講座登録2、2ページ目の2ページ目ってことですね。2分の2。はい。ご登録完了までの推定時間は2分ですと。お、さっきも2分じゃなかったのかと。あ 1>, 1ページずつ2分ってことね。で英語のアルファベットのみ、文字のみを用いて以下のフォームを完成させてください。ただし、ステップ2の、金表記と記載のある氏名入力欄を除くってことで、一番上のところはこれ日本語でいいですよってことですね。ここだけは。で、E メール連絡を全て届りことなく受けていただくには、さっきと一緒ですね。これね。で、やめましょうと。で、ここは下の名前ですね。で、全角額金表記って書いてあるので、これは、 日本語です日本語でいいですよということですねはいはいなので私はいうね漢字ですからねでここも一緒ですよねえっとあ銀行お客様のご出勤リクエストに迅速に対応させていただくため銀行のご登録名義をおせ確認ご入力くださいということですねですからいろいろ 漢字表記でどっちでもいいっていう方いますよね。したら銀行口座に登録されている漢字表記を記入してくださいってことですね、えー。ご指名が金表記にいて銀行に登録されている場合は金表記でご入力ください。あ、なるほどね。銀行口座と一緒にしてくださいってことですね。まあ、銀行だと漢字で登録して金ですよね。えあ、金ですね。 全角すいません。カタカナです。すいません。忘れてましたね。ユージなので、はい、中で、すいません。カタカナですね。すいません。間違っちゃいました。で、これも一緒ですね。はい。中のですね。はい。で、これ、ファンクション7っていうボキーボードを、あ、ボタンを押してもすぐカタカナになりますけど、こうやって選んで、中野ユージですね。で、生年月日を、うん、書きますと。 ねはい、皆さんのね生ま,れた生まれた年を書いてください。ねまあ、平成は終わりですけどね。で住所ですね。でここは、えー、都道府県ですね。都道府県と市で、僕は千葉県松戸市ですから、ここはですね、あのー、英語で書かなくちゃいけないんですよね。でどうするかってことなんですが、えー、これね、Google。 Google ファイアフォックスか。ファイアフォックス、Google Chrome でもいいかな。ファイアフォックスで翻訳って入れるんですよ。翻訳って入れると、Google 翻訳が出てくるんでね、ここにね。で、ここでですね、ここに日本語、ここを日本語にしてください。で、こっちは英語にしてください。で、ここで自分の住所を入れます。例えば僕だったらこうですね。 はい、こうですねそうするとこう出てくるんですよ出てくるんですねだからえあだからちょっとこれ違うんだけどちょっと違うねまあちょっとやめようかじゃこれはねでまずはこんな感じなんですよえー、っとまあ適当っていうかね思いつくままに 千葉横穂県、えー、天松戸横穂市こんな感じですねで続きはここですね松戸神殿うん1個でいいか松戸神,神殿 N も1個でいいね神殿でこれが164の30と <laughs> で郵便番号が郵便番号ですねこれ270のこうですねこれでいいと思いますで、わからない方がいらっしゃいましたら電話とかメールでね LINE でもいいですから私まで連絡くれればこうやって入れたらいいですよと教えてあげます、まあ、あとは全部わかんないっていう方は行、えーはい、きますんでご自宅までね日本全国津々浦々 えー、どこへでもね、北海道から沖縄まで行ってますからね、今までね、あの電話とかね、ご連絡ください。で、次に <laughs>、納税義務のある米国市民ですかっていうことなんで、アメリカ市民じゃないから、いいえですね。で、次に、取引口座詳細で、口座の基本通貨をし選択してくださいなんで、もちろんこれは JPY ですよね、日本円。ジャパン円ですからね、これね、JPY ってね、これ。 でレバレッジは、これ、最大レバレッジ枠をいくらに設定しますかってことなので、1対888ですね。はい。で、こんな使わないですけど、一応取っておくと。で、講座ボーナスの選択してくださいということなので、これをね、はい、ボーナス受け取りを希望しますと当たり前ですよね。3000くれますから、最初にね。初めての講座解説の方はね。で、3000あるので、あのただ、ただで最初できます。はい。 で、投資家情報でこれアンケートですね。投資額、アメリカドルで大体いくらぐらいかっていうことなので、えー、まあ、二二1、10、100、1000万。2万ドルっていうと、これ100倍でしよね。2万、20万、200万。2万、ん ?2 万ドル一万、えっと、だから、え 万200万円ですよね、これね2万ドルってね。えー、万200万円ですかと、まあ。こんぐらいですね。で取引目的は、えーまあ、投,資投資ですね。で雇用形態、まあ、本当は投機でもいいんだけどね、どっちでもいいですよ。投機かうん。リスクヘッジング、リスク管理分散、投、ま、機、あまあ。FX は投機なんですよね。 あの機械を投じるってことなんでね、投資は、えー、株なんだけどね、投技でいいかなで。雇用形態は、えー、皆さん、<laughs> まあ、あの、非雇用者サラリーマンですね、自営業、学生、えー、定年退職された方、無職、まあ、いろいろありますよね。で、主婦の方は、まあ、無職になると思うんですよね。まあ、退職者でもいいんですよ。まあ、これ、アンケートなんで、どれでもいいと思います。 で、まあ、職種サラリーマンとかね、自営業とかやったら職種出てくるんでね。で職種は、まあ、あのアンケートなんでどれでもいいんですけど、僕だったらコンサルティングですよね。はい。皆さん好きな,好きなものとか、今勤めてるやつですね。選んでください。で、学歴は、えーまあ、中卒なのか、高卒なのかですよね。僕は 4, 年4大卒なんで学士ですけどね。 そして、純資産、ベドルはいくらぐらいだと推定できますかと。まあ、5万ドルは500万円ですよね。これは500万から1000万と。あんまり、まあ、あんまりないふうにしておいた方がいいですね。これね、アンケートでもね。で、所得総額はいくらぐらいだと思いますかということなんで、そんなの聞くなということで500万以下にしとこうかということですね。でパスワードは自分で好きなものを設定してください。ただ、小文字、大文字、 数字の3種類の文字を含める必要がありますと大文字小文字数字ですねで大文字はシフトボタンを押しながら1、まあ、個から1個入れるということでここはね、えー、同じものをね忘れないにもう1個入れるんですけどここはね必ずノートに書いてこれでいいなと思ってからこ,こ入れてくださいよノ,あのノ,ートにノートに書いて <laughs> あのここね入れてから後でノートに書く人いるんだけど忘れちゃうんだよね うん、はいもう一回同じのねはいでこれバッテンが出たらねこっちそこっ違うからもう一回出るって出ますからねで私は確認ですね私はニュースレターや企業ニュース商品の最新情報を受け取ることに同意しますといいよと私は利用規約とか、えー、完全に理解しておいてそれを完全に 住宅同意することとを宣言しますとこれもいいですよとこれやんないと作れないんでね、講座がね。それでリアル講座解説ということですねで保存。パスワードを保存しますかということで保存しておくと。まあ、本当はセキュリティ上保存するとまずいんだけど忘れちゃうこともあるからね。それでこれで <laughs> 講座解説確認ということで XM でのリアル講座解説おめでとうございます。お客様ご指定の E メールアドレスに送付されたリンクをクリックして E メール。 を確認し、登録プロセスを完了してくださいということで、ここを見てくださいと。で、受信箱にメールが届いた場合は、迷惑メールフォルダーも確認してくださいということで、この、このね、メールアドレス。まあ、これ、僕は Google メールですけどね。で、次にすることは、ステップ1、E メールアドレスを確認し、メール確認してくれということですね。なので、まずメール見に行きますと。えー、ということで、 メールですね。だから、ここですね。これ、これ、これ。Google の、Google Chrome ですね。Chrome で、Gmail。Chrome をやっぱりインストールしておかないとダメですね。Google Chrome ね。して、まだ来てないよと、えー。来てないですね。あ、ちゃちゃちゃこっちだ。こっちに。あ来、来てましたね、今ね。<laughs> はい、ここにですね。XM トレーニング新着 XM、ようこそ。ここに来てました。 でこれではい「E メールをご確認ください」「XM トレーニングのリアル講座を解説いただき誠にありがとうございます」「登録プロセスを完了するにはここをクリックしてください」「E メールの確認後登録時に作成したパスワードと割り当てられた MT4 の ID を使用して、えー、会員ページにログインすることができます」ということで、まあ、ここでもいいんだけどこっちでもいいと。 24時間以内にボタンを押せということですね。ここを、こちらを通します。そうしますと、これですね。XM のリアル講座解説おめでとうございますと。ちょっと大きくしますね。大きくできないね。 でお,客様お客様の MT4 の ID はこれです。4405043。登録時に作成したパスワードを利用して会員ページにログインすることが可能になりました。ログイン情報は大切に保管してください。パスワードは会員ページからいつでも変更することが可能ですということですね。それでここまで来たらあの、一旦ね、私の方にですねあの、メールを送っていただければ、この MT4 の ID ここからここまでコピーしてねコピーして、えー、メール送っていただけるとねあのいろいろこれからサポートしますはいまあ、あのー、今後ねその草コイン新聞の方で毎晩ね夜10時半ぐらいから1日1時半1時間半から2時間ぐらい FX の、えー、トレあのー、会議をやってるんでねみんなでトレーディングしたりしてんだけども それにね、あの、参加するメールを送ります。はい。ただ、今、あのところね、ひとつ1万800円なんだけども、えっと、そのうち無料にしようかなと思ってるから、えー、一応、メールをね、送っといていただければと思います、はい。メールこれですね。ここのところですね。送っといていただければと思います。はい。そして、はい。 で、会員ページにアクセスっていうことなので、ここに、えもうすでに入ってるよね。ここにね、44050430が入ってますから、あとさっきね、作ったパスワードありますよね。これを入れるだけです。はい。ここの ID はメールアドレスじゃなくてね、僕もいつも忘れてメールアドレスで言っちゃうんだけど、メールアドレスじゃなくて、必ずこれなので、えー、これも MT4 の ID は44050430だよと。 あと、パスワードはさっき作ったやつっていうことで、あのノートにね、えー、書いておいてください。まあ、あのー、メールにも書いてあるんだけど、メールなくなっちゃうときがあるからね。はい、それでログインします。はい、そうすると、こういうページが出てきますので、有効化されてないんで、今すぐ講座を有効化する,すると3000円もらえますよということですね。これ、有効化しますと。 はい有効化するには <laughs> ま,まずねマイナンバーを送らなくちゃいけないんでマイナンバー納税国は日本ですよね、はい、のあの一応海外でも金融庁が目を見張ってるんでねジャパンですよね j o と h i j k ですよねもう国際的な XM っていうのは国際 えー、会社ですから、全世界に提供してるんですよね。ジャパン。で、す送信とで。そうすると、これマイナンバー入れるとこがあるんでね。マイナンバー、マイナンバー覚えてます皆さん。通知カードとか、プラスチックのマイナンバーカードを作られた方。で、そういうのも全部ね、えー、なくしちゃって何もないっていう方は、 えっとね、住民票、市役所とか区役所行ってね、住民票を自分の取りに行くんですよ。そしてそこで、<laughs> マイナンバー入りってね、チェックボタンをチェックするんですよ。マイナンバー入りの住民票くださいって言うとね、えあのマイナンバーが入った住民票をくれるんで、自分のね。それでここに入れてですね、確定ボタンを押してくださいということですね。あとですね、うーん。 えっと、ホームですね。はい。えー、っと、あとね、はいはい。あの、免許証をね、免許証をアップロードしなくちゃいけないんですよね。でこれ、プロフィールですね。マイアカウント。はい、マイアカウントいき,きましょうか。はいで。追加情報を入力する必要がありまして。 はいここですね。あ、マイナンバーですね。だから、マイナンバーを入れた後に免許証っていうのが出てくるんですね。はい。で、ちょっとじゃあ、一旦ここまでで終わりにし,ましょうか。そして、ちょっとどうしようかな。ちょっと入れてみようかな。 ちょっとあの後でねもう一回やってみたいと思います一旦ここでね、えー、終了させていただいてでまた続きをやりますではどうもありがとうございました失礼いたします